上山寺は、京都府京丹後市丹後町を上山にある高野山、新言州の寺院である。三号は、吉野山。丹後国三十三所寺院の七番所に挙げられる。781年建立と伝えられ、丹後地方でも、特に古い由書を持つ、古寺の一つで、当時初演の1367年の掛け仏は、奈良国立博物館に収蔵されている。 本校においては、上野山寺の門前集落として発展した丹後町、上野山地区についても併記する。上山寺系大城山寺本堂総研を伝承する、上野山寺の演技は、京白吉野山城山寺演技所、吉野山城山寺演技、教会記録の3資料が現存し、いずれも筋は、同じ内容を伝える。いわく、大上の佐々木広重が、 東の国で人を混流し仏像を安置せよという十一面観音の,の霊も受け、着南に国を託して五人の子を連れ船で丹後国袖市に渡り、しばし登流の後に、再び霊夢を受けて781年に、上山の地に寺を開いたと伝えられている。次号は公認天皇の勅命で定められ、広重には、妙暴商人の号が可視された。 境内に残る1565年の五輪塔にも、東山海士郎天皇元親友名坊商人の秘文が残り、16世紀にはすでに寺主として伝えられていたことがわかる。一方、江戸時代に表された、単歌不死の伝える寺木に曰くところでは、上野山寺は猿之大津が、今後同時山に修行場を設けた頃に改装したという。その後、源平の騒乱で、 沖国を追われた佐々木一族が逃れてきたとされる。上山寺に残る縁起の類に、この伝承は記されておらず、寺木が指す文献は明らかではない。1814年の単語名所案内には、また、薬所学の回帰とも聞こえと記される。奈良国立博物館に、1929年まで、上野山寺にあった1367年の、 掛けぼとけ枚が収蔵されており、この名に、うかわしょうの山寺のとあるものが、資料における、寺名の書室である。創立当時は信仰者が多く、中でもんご国竹の軍中の上主であった小倉美前、守重弘の祈願寺とされたことで、事業百二十国の寄信を受け、流星を極めた。修行像、修験者が集い、次々と帽が開かれるとともに、 吉野山から今後を同時山へと続く修行場も開かれた。しかし、1577年に細川氏が丹後地方の小木を次々と攻め落としていった信仰の過程で上野山寺の被護者であった中野城も落城し、自社領は抗議に召し上げられることとなり、以後は衰退の一途をたどった。近世、宮津藩奥平氏の領地であった時代の両面に、 記載がある胸札が一枚残り、その記録によれば、1698年に本堂を混流し、1707年に本尊を治めるための図紙を混流した。図紙は、宮津藩主の奥平正重と、筆頭画廊の奥平修理が元首となっており、藩の援助の下で再興が図られたことが伺われる。胸札には、芸説院法院立伝なる人物が中興したとする。 芸術院が記録され、これは21世紀現在の上、山寺境が地を指すものと見られる。近代には、戦時下の教室命令により、釣り金を失った。寺名は、定山であるが、この寺の門前集落として成立したと考えられている単語町上山は、地名を、上、山と訓読する。上山寺は近代には二丹の田を有し、 上山地区の村民がこれを小作した。上山寺に隣接して、上山地区の氏神である、むす神社があり、この神社は、神主不在の神社であったため、神の山寺の僧が、神社の祈祷も行っていた。1935年から1940年頃までは、第28世住職が居住していたが、その後は、無住となり、上山地区では、工事の際には、 稲町から僧侶を呼んだ。1989年以降は、稲町かばの入りの西、明寺の住職が兼務し、2009年以降は、峰山町橋機の炎上寺の住職が兼務する。本堂の前の宝鏡院等石段を上がった、平坦地に立地する。北西に本堂である観音堂がある。この本堂から見て、東の一段高くなったところに、むす神社が鎮座する。 東南側には、栗があったが、1963年の38、豪雪で倒壊した後は再建されず、21世紀現在は、庭園の痕跡と石像物が、わずかに残る竹林となっている。本堂の北西側の空間には、地元で墓地と呼ばれる中世から、近世前期の石像物が林立する。境内は、 京丹後市の指定文化財、上野山寺歴史環境保全地区に指定されており、法京院島や五輪島、室町期の石像狛犬など、多数の石塔、石仏が集中して残る。このほか、付近に散在している、棒跡や門石と伝えられる一帯にも優れた遺書の、石像物が多く残されている。上山集落寺の前世紀、上山地区には、 神の山寺の棒が28あったとされ、地区内の至るところに地蔵や石仏が残されている。21世紀現在、稲町に通じるかつての本通りのそばには、六地蔵や倒れて寝た状態になっている隠しと呼ばれる石仏が残る。北側の隣区、谷内に通じる村外れの平坦地には、高さ約1メートルの八角の石仏が残り、その他にも石仏、 石器造物、約80基が並ぶ。およそ中世から、近世の石造物と見られ、造用系位旅が多いことから、中世の墓地であったと考えられている。縁窓跡には、タモの木が茂り、木が石仏を抱え込むような形で残されている。棒の痕跡と見られるものは、門の棒と南の棒の二箇所が確認されている。生直な火事の21世紀現在は、 上山区集会所がある場所に、かつて、門の棒があり、本尊の不動明王立像と、縁の行者立像があったという。これらの仏像は、寺勢の衰退に伴い、上の山寺に移されたとされる。21世紀現在も、この場所に残る遺物は、五輪塔2基五輪塔部材7点、造葉敬た旅3基で、いずれも中世の石像物である。五輪塔の1基は、水輪に、 阿弥陀如来座像が要刻されているのが確認できる。門の墓後から南東に進むと右側に、阿多子神社の石碑が残る。木のたもとにあり、上部が方形にくり抜かれた中に、阿多子神社と記した板がはめ込まれている。阿多子神社碑からさらに進むと、T 字路にあたる。このあたりは、長寺地名を十三仏と言い,い、1546年の、 名が残る十三仏石塔があった場所である。この十三仏石塔は、二十一世紀現在は、上山寺境内の石段の下に移設されている。ティーチロの北側には、遺物はないが生寺大門という寺に、ゆかりの地名が残り、ティーチロを南西に進むと、生寺を口に、南の棒がある。不動明王座像を本尊として祀り、修行中の山伏がいたと伝わるが、二十一世紀、 現在は墓地が残るのみとなっている。門の棒及び南の棒は1682年の丹後国寺社長や1858年の御領書日記1915年の竹野軍史にも記録され、近代まで現存していたことが確認できる。近現代の墓地や近世から近代にかけての上山寺歴代僧侶の墓地は、 現在の境内地から林道を挟んで北に伸びる、障治城の丘陵線上にあり、この丘陵のさらに先の障治、薬師の付近にも21世紀現在の墓地が見られる。これら石造物や、遺構の点在する上山地区集落のさらに外縁に、寺を、学堂等の上の山寺に、ゆかりありと見られる、障治地名が展開し、中世に上の山寺に28あった棒の分布を、 示唆するものと考えられている。16世紀末には、寺お坊と呼ばれた坊が存在したことは、文献から確実視されており、この坊は、近世の文献ではすでに記載がない。近世後期より、以前の上野山寺にまつわる、文献資料はほぼ解無とみられ、創建時から、近世初期にかけての寺勢は寺に伝わる、美術工芸品などから研究されてきた。上山寺及び、 上山地区には、中世から近世にかけての石造物が約300基現存し、美術工芸品では1367年の掛け仏3面の他本尊を含む3体の仏像、宝物、遺体などが伝わっている。上山寺所苑の掛け仏、これらの掛け仏は1929年に流出し、そのうちの2面が21世紀には、 奈良国立博物館に所蔵されていることが確認されている。法教院等無自由となってからは行われていない行事もあると見られる。上山は上野山寺の門前集落に橋を発する山村集落である。上山寺境内や近世歴代住職の墓地がある丘陵地と人家が点在し近世の棒跡である門の棒や南の棒と共にある集落地帯がある。 2004年に京丹後市に移行して以降、現在の大あざ地名は丹後町を上山。古くは山伏が住み着いた村とも伝えられる。集落の北方に出屋千軒と呼ばれる場所があり、かつて多くの民家がの木を連ねたという伝承が残る。1602年の慶長合村長や1699年の丹後国豪町では、浮川村のないあるいは、 呂川枝村と記録される。1717 17年まで宮津藩領その後天領となり、久美浜大館所の所轄に入った。この間に、上野山村と単独表記に変わり、明治維新を迎えた。1889年から下川村、1955年からは丹後町に含まれ、2004年に京丹後市丹後町を上山となった。 上山集落の木内川遅く、家屋は1960年頃まですべての家で、屋根が茅やきであったが、その後は瓦ぶきへと移行した。電気が通るようになったのは1971年になってからのことで、この年から旗織りを始める農家があった。それ以前の暮らしぶりは、稲作や旗作や山菜採取が中心であり、炭焼きや狩猟を制御とする人もいた。 濃厚の労働力に、カッコで目牛を一頭買い、子牛を産ませて、現金収入にした。冬場は、当時として、富山や伏見、赤穂の酒蔵に出稼ぎに出て、その期間は3ヶ月、または6ヶ月であった。集落に車が上がれるような道が開通したのは1962年の春のことで、第8車を牛に引かせて、荷運びができるようになった。それまでは、 聖子と呼ばれる背負いの板がほぼ唯一の運搬具で、日常的には、中浜から行商の女性3人が海産物を売りに来ていたほか、置き薬の行商や、いかけや靴修理の職人が通ったという。戦前はあた上前に、芝居や万歳子が6から7人は来ていたが、終戦後廃れた。戦前には16個96人が居住し、村組を五から6個ずつの上、10、 下に分けて組を町内と称したが、第二次世界大戦中に一部が離村し、1963年の38号説の頃に約10個が離村して、1980年頃には6世帯21人が居住するのみとなっていた。2013年頃には個数は5個まで減少し、1990年以降の世帯数には他府県からの移住者も含まれる。 2016年には5世帯13人が居住し、2020年7月末時点で5世帯9人が居住する吉野川支流の上、山川上流域に位置する。上、山川本流の東側に人家の集まる集落があり、複数ある上山川の支流の一本は集落の中から発出している。21世紀現在の集落は、この支流が形成する谷の西側に伸びた尾根の上に、 ある。標高200メートルの地に、点在して斜面に石垣を築いて、家屋を建て、急峻な谷間と斜面を切り開いて、田畑とする。その集落の中を、北西から南東にかけて、京都府道653号り網の線が貫通する。田畑は、集落の下方に多くあり、一個あたり平均して七段を所有した。昼夜の差が大きなことから、 日本酒の麹米とする500万国などの酒米がよく作られたが平成期に入り越し光や朝日4号を多く栽培するようになった。谷から水を引くため平地に比べて水温が低く収穫量はやや少ない。湿地はわずかにあったが不便なところで戦前までは棚田にして工作したが終戦後は植林地となった。 植林は1947年から1948年頃から進められ、戦前までは上山集落から日本海を望むことができたが、植林後は見えなくなったという、障子、ありがとうございます。